トヨタ生産方式トヨアキオの解釈2020年8月26日のトヨタイムズ記事より5月の決算説明会豊田社長はこう話していたこの数年間はトヨタらしさを取り戻す戦いと未来に向けたトヨタのフルモデルチェンジの両方にがむしゃらに取り組んだここでいうトヨタらしさとは何だったのか さらに豊田社長の発言を遡ると、2年前の決算説明ではこう語っている。豊田らしさと言った時に真っ先に頭に浮かんだのは、豊田生産方式と原価低減でした。豊田社内で豊田生産方式を改めて学ぶ研修が開かれ、そのキックオフの会合で講師として現れたのは豊田社長だった。豊田生産方式は英語で、 トヨタプロダクションシステムと言い,い、トヨタでは略して TPS と呼んでいる。この言葉、本屋にも関連書籍が並び、今ではもう社内用語ではなくなっているかもしれない。だが、豊田社長の切り口は、それらの本で読んだ内容とは少し異なっていたように思える。私の解釈ですけどと繰り返しながら語った豊田社長。今回のトヨタイムズでは、この トヨタ秋尾流解釈のトヨタ生産方式についてお伝えしていきたい。今回始まった研修は、普段は生産現場にいない社員も TPS を学び、トヨタらしさを取り戻す戦いと、未来に向けたトヨタのフルモデルチェンジを進めていこうという目的のものだった。受講者が事前に提出したレポートの束を片手に、トヨタ社長はこう切り出した。 非常に人事っぽくこういうのをまとめさせられているんですよ。受講者は笑いだし、さらにレポートの話を続ける。豊田社長。さすがに皆さん、豊田のキーワードをしっかり使ってくるなということなんですが、この中で僕がちょっと気になったのは、今回のこの TPS 研修で、なんとか豊田を変えていきたいという意気込み。変えていきたいということはいいんです。 だけど、何でもかんでもしそうなく変えてしまっては、会社がめちゃくちゃになります。トヨタ自動車にはやはり創立以来、いや、トヨタ自動車ができる前からの二つの考え方のポイントがあります。なんだかわかりますか受講者 A、TPS と原価低減です。豊田社長、TPS と原価低減。 隣の人どうわかる受講者 B はいジャストインタイムと人弁のついた自動化豊田社長そう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 これが言ってほしかったのジャストインタイムと人弁のついた自動化っていうのを入社以来ずっとその2つが2本の柱とされてずっとわかったような気になってると思います多分わかってる人もいるでしょう 分かった気になった人もいると思います。だから今回この TPS の研修にあたり、この基本中の基本である自動化と、そしてジャストインタイムという二つの言葉の意味を、皆さんと我々でギャップをちょっと縮めておきたいなということで、そこだけは私にやらせてもらうということになりました。こう言って豊田社長の話は本編に入っていった。豊田社長。 まず自動化なんですけど、これは私がごちゃごちゃ言う前に、豊田佐吉王が作った自動食器というのがそこにあります。それを見ながら説明をした方がいいので。そう言うと豊田社長は、教団から研修室の後ろにある食器の方に全員を引き連れて移動した。豊田社長、佐吉というのは大工の息子でした。何をしたらこの世の中のためになるんだろうかと。 日々いろんな本を読んで勉強していたそうです。そういう中で佐吉少年が気づいたのは、毎晩夜鍋をしてお母さんが旗折り仕事をしていた。その仕事を楽にできないのかなということ。それが佐吉少年の着眼点だったんです。食器がトヨタのルーツであるということは有名かもしれない。しかし、なぜ佐吉が食器を発明するに至ったのかという背景までは、 そこまで知られていない。佐吉が母を思い、初めに作った食器は、片手で操作ができるものだった。食器は、縦糸、横糸、それぞれ両手を使って作業することが常識だった時代。その発明は、作業性を画期的に向上させた。豊田社長。豊田の社内では、TPS イコール効率化と捉えられ、そして、 それで仕事のやり方を変えるんだということが、ほぼ目的かのごとく語られていますけど、目的はあくまでも、誰かの仕事を楽にしたいということですね。そう考えるのが、一番わかりやすいんじゃないのかなと思います。そう語りながら、豊田社長は、次の機会のもとへ向かう。たどり着いたのは、g 型自動食器と呼ばれるものだ。豊田社長、 これが G 型食器。トヨタが大きく事業構造をモデルチェンジしたきっかけになった機械です。当時の自動食器というのは必ずワンマンワンマシンという一人のオペレーターがマシンに対していつもくっついて監視をしていたわけです。人は機械の番人と言われるような形で。それはなぜだと思います異常がいつ起きるかわからないからです。 この食器はトヨタが食器屋から自動車屋へ事業をモデルチェンジするための資金を生み出した機械である。当時世界のトップメーカーだったイギリスの会社がこの食器の技術を供与してほしいとトヨタに申し出たのである。その技術とは異常を検知するシステムであった。一体どんな技術だったのかなぜその発明に至ったのか 発明者のひ孫である豊田社長がそれを説明した。豊田社長、織物を折るということに対して異常ってどういうことでしょう糸がなくなる。糸が切れる。これらが食器の異常で一番大きいものでした。その二つの異常をセンサーがない時代に検知できているのがこのマシンです。G 型食器は 縦糸、横糸それぞれにバネでピンを押し当てている。糸がなくなればバネの力でピンの位置がずれる。それによって異常を検知し自動的に新しい糸へと入れ替える。センサーどころかモーターなどの動力も使わずに異常検知を実現しているのには素直に驚かされる。豊田社長は異常を検知した後、 糸を入れ替えるための工夫へと説明を続けた。豊田社長。糸がなくなると、この機械は自動的に木管ごと変えるわけです。実は木管からは、こうやって糸口が出ていなきゃいけない。それを以前はどうやっていたかというと、口ですって糸を出していた。ところが、現場は綿ぼこりが出ているので、現場の作業者たちはそれを吸って灰を患ずらってしまう。 糸を切るだけで木管の必要なところに糸が勝手に出てくるというのが、先師たちの発明だった。これにより、作業者たちは糸を口で吸い出す必要がなくなった。豊田社長、これも先師たちの発明の一つです。発明と聞くと、すごく先進的なもののように感じるかもしれませんが、この発明は、現場で肺を痛めていた作業者を、 何とかしてあげたいというのが原点でした。現場に立っている人じゃなかったらそれはわからなかったかもしれません。センサーがない時代に異常管理の仕組みを入れたのがこの G 型自動食器です。これによって生産性はものすごく伸びました。ただそれはあくまでも結果です。作業者が肺で苦労していた。設備がしょっちゅう止まり、 糸も切れて作業者が設備に張り付いていた。だから異常が何かを決めて、そして異常を止めることによって、異常管理ができるシステムを作ったことによって生産性が上がったということです。生産性を上げるためにそうしたっていうことじゃないんです。佐吉の発明はどれも現場発であり、原点は 誰かの仕事を楽にするというものであった。その誰かのためにの思いが結果として生産性向上につながったのだということを豊田社長は強調した。豊田社長、自動化についてもう一回復習しますと、要は豊田の人弁のついた自動化というのは、私の解釈ですよ。私の解釈は、 やっぱり人中心にしてくれってことなんです。そこで働いている人の気持ちになりかわって考える。自分は安全地帯で、法律を上げろ、人を抜く、減らすということだけで考えてはダメ。一人区の追求というのがトヨタにはあります。トヨタ社長はこう言って、改めて人の大切さを語った。そして、 一人区という考え方を持ち出す。一人区とは、一人の作業者が一日にこなすことのできる仕事量を指している。それを追求するとは、どういう意味なのか、説明は続いた。豊田社長。なぜ一人区を追求するかというと、やっぱり皆さん一日24時間。それは皆さんも、私も一日24時間しかないんです。 私は忙しいから一日48時間もらいますってわけにいかないんです。そうすると一日24時間というのは誰に対してもイコールに与えられた条件です。その中を皆さんにも家庭があります。そしてプライベートもあるでしょう。ところが会社というものに対しても本当に多くの時間を費やしてくれています。そうだったら 意味のある仕事をさせるのが上司の仕事じゃないですか。そういうのを徹底的に追求しているのがトヨタの生産現場です。付加価値をつける仕事をどんどん増やしていこう。単に手待ちとか、単にやり直すとか、そういうような仕事はどんどんやめさせてあげようということです。だから人中心ですよということだけは、私の解釈ですけど、 ぜひ皆さんに考えていってほしいなというふうに思います。トヨタ生産方式は労働強化と誤って受け取られることがある。先日の第一四半期決算の結果も一部では下請け叩きと伝えられていた無駄、無理、無駄を極限まで突き詰めるというのがトヨタ生産方式の中の一つの考え方である。しかしこれが 休むことのない過酷な労働をイメージさせているのかもしれない。だが、佐吉の母親を楽にするためにという思いが、トヨタ生産方式の原点だと知ると、印象は変わる。作業者の無駄な仕事をなくし、残業を減らして自由な時間を生み出す。一人区の追求とは、その人の時間を大切にすることなのだ。続けてトヨタ社長は、 日本柱のもう一つ、ジャストインタイムについて説明した。これは佐吉の息子であり、トヨタ自動車の創業者、豊田喜一郎が導入した考え方だ。ジャストインタイムの説明には、必要なものを必要な時に必要なだけというフレーズがよく使われる。しかしこのフレーズをめぐって、豊田社長はやはり独特の説明をし始める。 キーワードはリードタイムである。リードタイムとは受注から物・サービスの提供までにかかる時間を意味する言葉だ。説明に入る前の豊田社長と受講者のやりとりから紹介したい。豊田社長、ジャストインタイムと聞くと何を考えます受講者、必要な時に必要なだけ必要なものを提供すること。 そうなんだけど、それはじゃあ具体的にどういうことこの問いに受講者は答えられず沈黙。じゃあ、必要なものを必要な時にって言った時に、すぐにお客様のニーズに応えるためには、めちゃくちゃ在庫が溜まるじゃん。自動車の場合、3万点も部品があるんだよ。そうした時に、どの車種が来ても、どのスペックが来ても、何でも OK の生産ラインとしたら、 とんでもない在庫になる。お客様が必要なものを知れば。お客様って誰エンドユーザーのお客様。だけど、年間で1000万台近く売れているわけ。ということは、1000万人のお客様がいる。それをどうやって把握するのできないでしょう。だから、どうするかというと、異常がすぐわかる。 異常が分かったら止まってもらって、それですぐ改善ができるような構造にしておかなきゃいけないっていうことなんです。だからジャストインタイム。これも私流の解釈ですよ。これを一番わかりやすくする道具というか考え方が僕はリードタイムだと思います。トヨタでは次の工程のことを後工程という。 そしてその後工程のことをお客様と考える。だから後工程に絶対に不良品を流さない。これが続いていけばその先にいる本当のお客様に不良品が届くことはないという考えだ。さらにはどうすれば次の工程がもっと楽に作業できるかを考える。前後の工程がコミュニケーションし、 一緒に回線を重ねていく。そうして生産性を追求していく。普段我々トヨタの社員がジャストインタイムと聞くと連想するのは、後工程に対してジャストインタイムで供給できているかということだが、ここでトヨタ社長が言ったジャストインタイムはスケールが大きかった。車を買ってくださるお客様に、 ジャストインタイムで車をお届けするという、トヨタ全体を見渡してのジャストインタイムである。一つの車種にも仕様は何通りもある。グレードかける外販色数かける内装色かけるオーディオ種類。例えばプリウスで言えば、この掛け算の結果、仕様数は1万4000通りにもなる。すごい数だが、 これは種類を削減する努力をした結果だという。先日の改良モデル発売までは4万8000通りもあった。これは日本出荷分だけの話。海外向けも同じ工場で作っていれば、掛け算はさらに増えていく。すべての種類の在庫を持てば、お客様にジャストインタイムで車をお届けできる。しかしそれは現実的ではない。 しかし、だからそこは諦めていいよと、豊田社長も言っているわけではない。むしろ、リードタイムを追求して、ジャストインタイムにこだわり続けようと訴えた。豊田社長は寿司屋を例えにして、リードタイムの説明をし始めた。豊田社長、例えばお寿司の世界ね。スーパーへ行くと、完成品、在庫が並んでいますよね。ところが、 ちゃんと目の前で握ってくれるお寿司屋に行くと、握る人のところに在庫って置いてある置いてないでしょそれでネタは切ってやる切ってもいないね。注文が入ってから、はいよっと言って、その材料を取り出して、切って、段取りして、握って出す。何が言いたいかというと、リードタイムさえ短くしておけば、それは可能なわけでしょう。 ところが、前もって作っておきましょうなんて言って、一千万台のお客さん相手にどういうスペックかなんてできないでしょと。できないことはできない。じゃあそれで何をするかというと、リードタイムを短くしておこうということが大切になる。車もお寿司と同じように、お客様のオーダーを受けて、部品を用意して、組み立てて、すぐ出荷できれば理想である。 しかし、現実には難しい。だからこそ、それぞれの皇帝がリードタイムを短くするを積み重ねておかないといけない、ということである。豊田社長が一通りの話を終えた後、一人の受講者が手を挙げた。受講者、本日はありがとうございました。入社して私は20年なんですけど、 この距離感でお言葉をいただけるのが初めてなので大変興奮しています。入社した時に当時の部長から働くって意味はわかるかと言われて働くというのは周りつまり旗を楽にすることだと言われてその言葉が先ほど社長がおっしゃった人弁のついた児童家の周りを楽にする誰かのためにというところで スコーンと自分の中でつながりました。20年も経って初めて気づきました。今日社長からだいぶ熱量をいただいたんですけれども、自分の部署やセンター全部に対して社長の熱量を今一度伝えたいなと思ってます。これに対し豊田社長は自身が課長時代に販売店の生産性向上に取り組んだ時のエピソードを語った。 豊田社長。販売店と一緒に改善活動をしていたとき、よく現場のトラブルに遭遇しました。トラブルが発生したときに一番困っているのは、現場のメカニックとか営業スタッフ。つまり、最前線の担当でした。彼らは日報でそれを報告しているが、上位者には伝わっていないんです。当時メーカーから言った私たちが、 なぜそれをもうちょっと早く営業所長に言わなかったんですかと聞くと、その営業所長は、さすがトヨタの人。自分が営業所長会議で言っていることを言ってくれた、という。だけど、営業所長会議は週に1回でしょと切り返すと、それを聞いていたさらに上役の営業本部長が、さすがトヨタの人。 俺がいつも役員会で言っていることを言ってくれた。でもその役員会は月に一回なんですよ。なんで私が肩書きを廃止したか。ジャストインタイムにしていくための改善で、一番必要なのは、その担当者なんですよ。日々の日報が大切なんです。ところが、肩書きが上がれば上がるほど、それがその報告を受けて判断するのが、 週単位、月単位、年単位になっちゃう。肩書きがある人が判断をする人だとは言うけど、改善のスピードはそこで落ちているんです。だけど我々は365日休みを除いて、ほとんどの時間を会社で過ごしている。だから、その毎日を変な肩書き社会じゃなくて、その毎日の目の前で起きている現象を どう変えていけるか、これが大切だと思いますよ。だから、20年かけてそれを分かっているようじゃダメ。20年を日単位にしてください。そうすると36 5、365×20 だよ。それだけの日にちを普通に生きちゃってるでしょう。なんか、損したような気になるでしょう。だからこそ、やっぱり、日々思ってることを、 日々改善できるような、日々リードタイムを短くするようなことを考えてくれるとありがたいですね。先日からトヨタ自動車では副社長という役職はなくなった。これも改善のスピードを上げるためだと豊田社長は話している。お客様のためにリードタイムを短くする。働く仲間のために作業を楽にする。働く本人や その家族のためにもっと時間を有効に使えるようにする。その改善を生み出すのは肩書きではなく、豊田佐吉代がそうしていたように、現場に立つ日々から生まれていくということを、豊田生産方式研修のキックオフで豊田社長は従業員に伝えていた。豊田タイムズでは医療用防護ガウンを生産する雨ガッパや、 船橋株式会社の改善に入ったトヨタ従業員の姿をお伝えしてきた。船橋を初めて取材したとき、我々が一番戸惑ったのは、船橋社員とトヨタ社員の見分けがつかなかったことだった。トヨタの社員たちは、トヨタロゴの入った作業着と会社の肩書きを脱ぎ捨て、船橋の社員たちと和気あいあいと仕事をしていた。話を聞くと、 これには狙いがあった。会話をしながら一緒に作業をすると、改善の種がおのずと見えてくるということである。隣で作業をしている人が腰が痛いと言っていたら、どうしたら解決できるかなと話しかけ、作業台の高さを変える改善を導いた。目の前の作業者がハサミを探そうとキョロキョロしていたら、そこを無駄と見抜いて、 ハサミの置き場を決めましょうと提案した。母親が苦労して旗織りをしている時も、G 型自動食器が作られた時も、同じように現場に立つ佐吉の姿があったのだと思う。トヨタ生産方式の土台には、佐吉の時代から脈々と流れ、実践されている、他の誰かのためにという思いがある。